写真拡大。日本ハムは23日、札幌時計台で女子選手の新入団発表を行った。就任9年目を迎える栗山英樹監督は、ドーンと10人入ると、やっぱり変わるなという感じする。6年間10人変わったら60人変わる。そういう意味ではチームがどんどん活性化すると新戦力を歓迎した。10人全員とこの日初めて顔を合わせた指揮官は、終始穏やかな笑みを浮かべながら選手が発する言葉に耳を傾けていた。夢しかないという時代があるじゃない。この子たちを見ていてすごくワクワクしたし、俺も嬉しかった。彼らの人生にこうあれみたいな。俺も年取ったなと思ったけれど、何か彼らのために少しでも手伝ってあげたいなと思ったなと、しみじみと語った。今年はドラフト1位河野達夫投手、2位の立野和明投手が社会人で実績のある即戦力のほか、足を武器にする育成ドラフト1位の宮野大明捕手外野手が一芸に秀でた選手もおり、特徴を持ったメンバーが揃った。それぞれが思い描くのは2023年に開業する新球場での活躍だ。河野とドラフト5位の望月大輝投手は23年の開幕投手に名乗りを上げた。栗山監督は将来の活躍を具体的にイメージしてほしかった。新球場は選手への最高のプレゼントと嬉しそうにうなずいた。昨年初めて参戦した育成ドラフトで今年は3選手が加わった。新戦力の突き上げがチームを前に進める力になる。現役時代ヤクルトにテスト入団した栗山監督は、入り方は関係ない、夢を持って一生懸命やったやつが勝つ、下の選手は今に見てろよっていう野心を持ってやってほしいなと思う。よければすぐ支配下登録してすぐ試合に出れるだろうと、自らの境遇と重ね合わせながらエールを送った。石川かな子、かな子石川。